それはお前の偏見。どうするリクと30代はショートカットが好きです。ジャスティン、ポニーテールフェチ、キラ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 。はい、ということで、はい、今日はですね、はい、まあ、ポニーテールとか、まあ、全く関係ないんですけど、やっぱさ、こう女の子のさ女の子のね、女の子のさ、はいはいはい、エロい仕草っていいよね。あるよな。え、しもれた OK 今日は。今日はやった、まあ、ちょっと弱めに言って。まあ、今日はしもれたっていうよりは、はい、エロい仕草っていいやん。あるあるあるやろ。あるある、例えばね、こうミニスカートで足を組み直すやつとか、ね、いいよ言ってるよ。今日は、はい、俺たちが決めた女の子のエロい仕草ベスト10。10だった。まずはみんなの思ってる女性のエロい仕草。あ、気になる。で、例えばね、はい、OL さんのこうワイシャツとかの時に落ちたものを拾って、あー、もう絶対に見るわ。まあ結局上からのアングルの胸元、つむじね、つむじやろ。つむじじゃね、どこ見てムラムラしてる。上からの胸元のアングル見、てかさ、あれ見ないやぞ。いや、あれは無理やね。親でも見ちゃう。こう、いやいや、それはちょっと嘘だよ。絶対ここ見ちゃう。いや、見ちゃう。いや、見てる。あれなんなんやろうな。じゃあ、それではこういう時です。どうぞ。ああ、今日も課長うざかった。あ、丸ボール落としちゃった。よいしょ。大輝の大輝がみたいな感じだったね。いや、危ない、見えなかったね。エローマジで。じゃあ次いきます。はい、大輝さん、大輝さん、はい、毎回やるんすかこの仕草。まあ一応寸劇みたいになった方がみんな分かりやすい。あ、分かりやすい。そうか、分かりづらいのか。俺らのチャンネル2歳も見てるから。確かに確かに。2歳でも食い気、うん、2歳は。次が、はい、シャツがピチピチに食い込む姿。あー、確かにね。言ったらアンダーが分かるやつね。そうそう、例えばこう上から物を取る時とかこうなんかピチッとなるやつ。え、そっち、これスラ。あ、パイスラじゃない。こう、釣り革に捕まった時とかに、いやいや、ちょっと待って、それ仕草、軽い仕草やろ。そうそうそう、なんかこうシャツが普段こうやってしてると。そう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 、これ、まあまあ、わかりやすくやってあげよう。疲れたなみたいな。の、伸びの誰が、誰やりましょう、誰が。あー、疲れた。ジャスティン、めっちゃエロいな。エロー、うまっ。膨らみないと無理だ。こういう仕草、うまい、うまい、すごいわ。それエロいなぁ。いや、エロい、お前エロ、エロジーじゃん。あれです、これいいですね。いや、なんだろう、女の子がペットボトルに直接口をつけてゴクゴク飲んでる時の大胆さにエロさを感じる。なるほどね。やっぱりちょろちょろじゃなくて大胆に。エロい。あー、こちら、うん、こちら。あー、乾いた。いや、いいエロかった。いいよ、飲むだけやからもう。マジでエロいよね、飲み方。でもなんか音とかも良かったよ、ね、よかった。なんか加えちゃってんのかなと思って。エロいか。だってってことでね、記事は大したこと書いてないんだけど、まあ、記事は俺らの中で。じゃあこれから個人個人のそのエロいと思う仕草を自分でちょっと表現してみよう。ちょっとやりたくないな。エロい。俺すぐ思いついた。ああ、ちょっと教えてみて。俺はね、髪結ぶ前のゴムを口で加える、うん、ああ、確かにいいわ。しかもちょうどできるよ。おーね。じゃあそれがこちら、こちら。うわ、やっぱ良かったわ。エロジャスティン。ゴム食ってたじゃん。赤髪のアンみたいな、ね、飲み込んでたよ、うん、俺ね、はい、まあ、これはちょっと本当最低だし、俺、うん、ただの分かってる。みんなお前のことが最低っていうのとか、本当は中身がクソだとかは全部分かってる。分かんない。置いとけ。例えばね、はい、まあ、エロっていうか、ただのエロなことちょっとたけし出てました。な、それで、なになに、ブラが食い込んでる時、こうやってやる時あるやん。あー、あるわ。ちょっと上げる。あります。あとさ、あとさ、はい、こうなんかブラにこうスパイがずれてる時こうやってやる。ああ、好きなんや、あれ。あれすっごいエロいね、こちら。ああ、ほんと部長の西野うざいよね、マジで。あいつどうなってんの、マジで。もう、あいつの奥さん。うおー、すごい。俺はなんかエロいなぁ。またね、クソピンっていうのがいいね。俺今日はちょっとピンクで来ました。もう分かってるなぁ。いや、じゃあ最後大鳥。まあ俺はね、やっぱりね、まあ物は何でもいいんだけど、やっぱ食べ方エロい人っていない？あー、いる。例えばこのエロっぽい食べ方する人。例えばもうエロっぽくすねたことはバナナとかだけど、あ、まあ、ここはあえてイチゴとかね。あー、うん、ちょっと
かんないわかんないのお前ら、俺がやってやろ、見てみる。お願いします。こちらで、そちらです。仕事セックスしてるよ。もう邪魔したよ。みんなだから俺らが今教えた6個やれば、はいはい、もうエロエロ、エロエロ、全員一エロエロセブン、エロエロセブンです今。エロエロセブンか変な女って思う。変な女ということでね、あの今回ね、はい、エロいね仕草やっていったんですけども、まあ参考になれば、あのね、好きな男をね、好きな男の前でやった。わざとね、はい、わざともうゴム加えながら、いちご食べて、ブルーンブルーン。忙しい、忙しい。ということで皆さんやってみてください。それでは皆さん、じゃん。北京ダック男爵。うん、あれは実は皮だけ食べる。え、今それはそうやった。昨日、牛肉食べたの今日。あ、すげえジャスティン。マジジャスティンすごいよな。さっき食ったニンニクごと食った、皮ごと。何食ったの？ニンニク。こじきやん。ニンニクとゴム。違う違う。ニンニク。焼いてない。生。